名前は有浦文です。アルケマ株式会社に勤務しています。フランスへは2002年2003年のルノー財団の奨学金を最初にいただいて留学したのがきっかけ でその後2005年から、フランス政府休止生として、3年間、ドクターコースに進学しました。フランスにいた時のドクターは、フランスのボルドー第一大学で、高分子学研究所というところにいたんですけれども、新しい高分子、新しいプラスチックスの合成とその物性について研究していました。フランスを選んだ理由なんですけれども、フランスの奨学金がとても魅力的な奨学金だったので、よしフランスに行ってみようという、そういった結構簡単な理由が実はきっかけなんです。でもその後で向こうに実際行ってみると、非常に深い科学の歴史と地盤がある国だなということが分かってきて、それは結果的には非常に良かったなと思っています。言語の衝撃というのは非常に多くありました。最初はほとんどフランス語を話せない状態で実は行ってましたので、最初はかなり一生懸命勉強をして、だんだん間違えることを怖がらなくていいんだということを思えるようになってきてからは非常に楽しめるようになって、でカルチャーショックも、新しい自分を見つけるいいきっかけになったし、今まで知らなかったことを知ることを楽しめるようになってからは困難とは思わなくなって、毎日新しいことが起きるってなんて楽しいんだっていうふうに思えるようになりました。フランスで博士号を取ろうかなと思って考えていらっしゃる学生さんにメッセージですけれども、できるかできないかわからないと思っていても、とりあえずやってみるっていうのはとても勇気があることだけれども大事な大きな一歩だと思います。できるはずだという自分を信じて、できないかもしれないことをトライする勇気を持ってみることで、その後の世界が大きく変わるというのはお約束できます。ぜひ頑張ってください。